すごい敵いそうだけど。大丈夫か？あ、箱湧いてない。湧いてない。下は湧いてんだ。湧いてないよな。まあ、ヒューズ1個ぐらいいっか。あ、回られてる。マジか。足切り捨てられてるし。でも全部は取ってってないっぽい。エレベーター。エアドロ飛んできた。なんかこの辺で落としそうだけど。めちゃくちゃ落としそう。え？やばい、見えねえ。エアドロ落としてないし。隠れてる。ラグい。え？やば。遮蔽物って大事だな。無事帰宅。今すべての種類の石が欲しい。硫黄もそうだし、白石もそうだし。なのに硫黄しか湧いてね。抜かれた後の拠点かな。はしごめちゃくちゃかかってる。なるほど。だいぶ暗くなってきちゃったな。あんまり集まってないっすね。無事帰宅。火薬をクラフトしましょう。炸裂弾もクラフト。奔放レイド起きてんな。まあでも他の場所でレイド起こってくれてると自分もレイド行きやすい。炸裂弾 1.5 スタックくらいクラフトできたんで、レイド行こうと思うんだけど、まあ抜くんだったらこの拠点かな。この拠点は全部三角でできてる。どういう構造？自分の拠点の上から見た方がわかりやすいかな。なるほど。三角5マスか。一番奥がタンスとして、3枚ぐらいついてそうだな。1スタック打って、一回帰ってくる。いや、パパッと撃っちゃいましょう。ここの拠点の人たちは初日に見て以来ログインしてないんだよ。3人組。多分最高武器はリボルバー。火の扉だ。一回帰って火炎放射器に持ち替えよう。夜風っぽいのは来てないかな。よっ。落ちくんなよ。
くりした。めっちゃ燃えてる中で。ハンスだ。うまっ。3人組で寝袋ない。初日以来だなこいつら。え、めっちゃ美味しくない？リボルバー持ってて、硫黄も入ってて、なるほど。いや、うますぎだろ。寝袋は拠点の外に置いてるって感じかな。常勤ありがてえ。白石ももちろんありがたい。じゃあな。炸裂弾64発と、提出80ぐらいで、だいぶゲットしましたね。無事帰宅。とりあえず自分の領土をどん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 増やしたくて、ここの拠点もね、いずれ抜きたいんだけど、まずこっち側の炭素を取りたいんだよな。扉は1枚。1×2 の拠点。風化はしてないっぽいな。余った炸裂64発でまず片開き壊すか。準備できたので、行きましょう。撃っていきます。まあ、誰かがこのタンスを壊してくれれば、それでいいんだけど。階級2残ったんだけど。マジかよ。修理しましょう。え？エアドロ降ってきてるからか。銃声してるな。炸裂弾一発だけ撃とうかな。よし。え、めちゃくちゃうめえんだけど。え？なんでこんな資材溜め込んでんの？強化すればいいのにな。常勤とかやばいな。100弱あるぞ。もう一枚扉つけよう。けど人は寝てないんだよ。あ、ここも3人組だった。とりあえず寝袋壊して。一回裸で出てみるか。いなかった。怖い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 。しかも一回も人物を視認できてない。どうしような。四角か。
床をつけて。あ、でもこうすると拡張しづらくなるか。まあ、いっか。よし。前にバンディットキャンプで購入した製油所を持って、ここに設置しましょう。製油所拠点。よし。今回で少しずつではあるけど、自分の拠点の領土増えていってますね。あと、大かまど拠点とかも建てたいな。それを建てるには、あの拠点がちょっと邪魔だ。